今回紹介するのは「簡薬7つの習慣人格主義の回復」という本です。人生最大の恩書7つの習慣は何度読んだかわかりませんがこれまで数十冊読んだ人生論の本の中でも最高の本だと思っています。この本のおかげで自分のものの見方を変えて自分の 在り方を前向ききに改めることができました。それまでとは世界が違うものに見えるようになり人生とはなんと素晴らしいものなんだろうと心から思えるようになりました以前は家族には本当に申し訳ないことばかりしてきましたしかし自分が変わることで家庭の雰囲気も全く変わりました冷え切って口論が絶えなかった妻との関係も修復できて 互いを思いやれるようになり、以前とは見違えるほど仲良くやっていけています。以前は私や妻の顔色をうかがうことの多かった子供ものびのびと自分の才能を伸ばして明るく生きてくれています。ぎくしゃくしていた親戚との関係も、現在は良好です。楽しめず転職すら考えることのあった仕事も、充実しています。ただしここにに至るまでには、 何度も何度も本書を読み込みましたし自分の精神生活や言動を原則に即したものにできるようコントロールし続けるのにも根気はいりました4五回しか読んでいなかった頃は自分はもう大丈夫かもなどと安心していつの間にか過信して読まなくなってしまっていましたそうしてある日妻に8つあたりなどされると 反応を選択することができずカッとなって言い返したりお説教じみたことを言ってしまったりしてまた落ち込むそれでやっぱり読まなきゃと本書を開くなどということの繰り返しでしたしかしそういう失敗をたくさんしてきたことで少しは謙虚になれたと思いますしお客様や周りの方から相談を受けたりする際にも そういいっった経験が大変役に立っています。5回目に読み終えた頃から本書と並行して「7つの習慣」「ファミリー」や「原則中心リーダーシップ」「7つの習慣」「最優先事項」なども読み始めました。これらの本を読むことで随分と理解が深まりましたし「7つの習慣」を実生活に落とし込み 実践するにあたたって大変助けられましたコビー博士の著作からは本当にどれだけ恩恵を受けたか分かりません。七つの習慣はベンジャミン・フランクリンの「フランクリン・辞典やサミュエル・スマイルズの「自助論」「向上心」「三戸稲造」の「収容」「夜あたりの道」 時系録などの人生論の名著にあるような人格形成と良い人間関係を築くために欠かせない原則の本質を教えてくれた本です。また、ピーター・ドラッカーのマネジメントや意外に思われる方もおられるかもしれませんが、デール・カーネギーの著作、人を動かすなどにも、根底には本書に言う原則や、 習慣に基づいた自分のあり方や人間関係のあり方を見出し出すことができると思います残念なことに巷に留守しているいわゆる成功本にはその場しのぎのテクニックや気休めに終始するような内容のものも多いように思われますしかしこの 7つの習慣は違います。インスタントなテクニックに走ることなく自分が主体的に生きることで世界観が大きく変わるということを教えてくれました真に自立した人間とはどういう人かを自分の人生の主人になるにはどうしたらよいのかをそして人間関係の根本を教えてくれた人生最大の恩書です以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。